どこれこれすごい、これ中まで入ってこう匂いが何とも言えない。あ、デジカメとかもダメになって。これですね、僕なんで取材しようかと思ったらもう、はい、他人事じゃなくなってきてる感じがしたんですよ、はい、まあ、ぶっちゃけ東京でも起きる可能性が、可能性は高いです。部分的にちょっとへこんでれば要するに溜まっちゃうってことなんですよ、ね、いや、そういうわけではなくてですね、それでもない、盆地になってるからじゃなくて単純に雨量が多いから、はいはい、じゃあどんな平野でも起きる可能性があるってことですか。起きます。俺ね多分誤解してたんですよ。地形というよりも雨量なんですね。雨量ですね。あの福岡に関しては九州に関しては昨年の西日本豪雨と、はい、で一昨年 の福岡県の朝倉水害の土砂災害ですね、はいはいはい、でその後にあの大分県の津久見水害、あの過去3年間で5回の水害を経験してるんですけども、3年間で5回、はい、ただそれに関しても地形の問題ではなくてやっぱ降雨量の問題で水害が発生してます。まあ、もちろん大雨が降りやすい地域とかって多分あるとは思うんですけども、はい、可能性としてはまあ天気がどんどん変わってくれば、はい、東京とかでも起こりうるってことですよね。起こりうります。うわ、はい、あともう一つ僕が一番知りたかったのは、はい、自分が水没になりそうだった時にどこに気をつけるかっていう、はい、それは一番よく聞くのはエンジンをとにかくかけちゃいけない。かけたらダメです。で、あの冠水して一回水が引いたとしてもすぐにかけることは基本的にやめてもらいたいですね。ああ、それあのスマホと一緒ですよね。あ、一緒です。一回乾かしたりとかしながら、あと中の整備の内容を見てから。じゃあそういうによってもエンジンかけるかけないで価格があれ、はい、変わったりしますよね。あともう一つ、そうそう、本当に気をつけなきゃいけないのは窓はやっぱり開けとくことですよね。あの水水没で入っていくと窓閉めちゃうとドア開かなくなりますよね。はい、ですので死んじゃいますよね。死んじゃいますので、やっぱりあの中からガラスを割れるようなきっと基本的には持っていただきたいと思います。自分が万が一水没で、はい、まあ、動いてる時だったらエンジンをかけないっていうのがありますよね。水没が、はい、どこまで来たらですかね、判断ジャッジするのって。まあ、基本的に走りながら水に浸かることでエンジンを吸い込むこと、うん、ウォーターハンマーって言われる、ウォーターハンマーって、はい、あの用語があるんですけども、はい、あのピストンのところがやっぱりあの水を吸っちゃって割れちゃうんですよね。あ、冷えちゃうからね、はい、はあ、そういうなるとエンジンを必ずストップするような構造になってるんですけども、はい、そうなると基本的にはあの、まあ、前から突っ込んでエンジン部分があのもう止まっちゃいます。そのまますそれだけでも価格どれくらいかかりますかね、変わりますかね。エンジンがいっちゃういかないで、あ、やっぱりそれだけでも30とか50、30、50は変わる、はい、変わるよな、はい、エンジン1個当たり30。まずじゃあ、まあ、床下っていうかある程度来たら、はい、レベル2まではでもやばい。そうですね、基本的に水が中に入ってきた時点でそこもレベル1だとまだ大丈夫かもしれないけど、はい、レベル2になって床上になるともうエンジンは切った方がいい。そうですね、はい、家をまず最初にきれいにしていく。そうか、まず優先順位として、はい、車より家ですよね。いいです。それは当然ですよね、はい、あ、じゃあ対応がちょっと遅れるんですね。あの正直ですね、家が使ってしまうとそこをきれいにしていくと、でそのついでにやっぱりあの荷物を出すときに駐車場が必要になるんですよね。あ、なのでそこに使ってる車を早くどかしてほしいっていう要望が強くあります。あ、ちょっと歩いていても、はい、はい、そういう、まあ、お客様のニーズにですね沿った対応を行うことっていうのが一番 の、 あの被災者支援というか、まあ、復興支援につながるので、なので私たちとしてもやっぱりあの早期引き取りで早期、そうかそうか、パッとちょっと遅れるけども、はい、どかしてほしいときは急にどかしてほしいし、はい、なんとか金に変えたいみたいなのがあるんですね、はい、そうですね。あ、単純に結構防ぎようないですよね。そうですね、正直な話はもう最初から環境省、まあ、ニュースを見ていただいて、そうか、で基本ニュースを見て、低い位置にある人は逃げる。そうですね、それがベストですよね。ベストですね。川が近いからとかもうそういうレベルではなくなってきてるので、あ、もうどんな場所でもどんな場所でも起きてます。けど ここら辺は、まあ、ここら辺はその現場のより山がある。その現場も結構そばに山あったんですか。いや、ないです。やっぱないんだ、はい、今回は佐賀市内から武雄の間もです いろんな地域を使っちゃってますので、正直あの山があったり川があったりとか氾濫したりっていうわけではなくて、そうか、はい、通常何もないところ。うわー、すいません、まだまだ盛り上がってる現場です。